皆さんこんにちは。もりえりです。なんか最初揺れてたな。大丈夫かな？はい、こんばんは。こんばんはです。はい、ということで今日のはですね。ブログになります。ということで、もりあり、コンタクトをしているけれども、すっぴんでこって会いたい。すっぴんでございます。<ー>なんかもうね。夜中の12時ぐらいに撮ってるからすごくテンションが早いです。はい、<laughs> えっと今日は。 購入品の紹介をしようかなと思います。9月にちょっとね、とあるものがありましてね、ちょっと、ありましてね、ありましてですね、あのー、ですね、忙しくて、ちょっとバタついておりますです。はい。あのもうね、眠い。<laughs> はい。それで、えっと、今日のブログは、えっと、わきないでやっちゃおうか。わきないでやっちゃおう。はい。今日の購入品と、 今日のメンテナンスで何をしてきたかというブログでございます。で今日の無理やりその一。えっとじゃん。はい、ネイルを変えてきました。わかるかな、アリスって書いてあって。えっとちびうさちゃんで。あとは。こけこれすいせ。なんか高まった。<ゅ>はい。あのー、はい。グラデで、グラデでです、グラデです。 はい、グラデで、うん、とで、ね、ここだけが、あのー、あれコンパクトの柄になっております。でですねでです、はい、あとこれはえっとですね、あのー、セーラームーンっぽかったのでスイマーで前に買ったんだけれどもちょっとねこれ購入品としてまだ載せてなかったと思うので載せたいと思いますほらね似てるでしょ 似てるってか同じ同じなんですよね柄は同じなのほら分かるかなはいでここからが本番なんでございますよはい私がどうしてもゲットしたかったものがありましてあの言い訳させて言い訳させてあの言い訳させて こ、ねあのー、ここ最近ですねこの1週間の間に私エステに行ったりとかですねあのこのネイルをしたりとかです、ね、いろいろとちょっと節約をしていたものをお小遣いを切り崩してあの行ったりとかしてるんですけれどもそれはこの9月のためにですねもう頑張って頑張って貯めてきたものなんですけど1個だけあの私が大好きなスイマーのポイントがね 切れてしまいそうだったんですよなのであと4,000円分買えばポイントがあの貯、ー、まるって言われてでも4,000円もね今実家じゃないからさ買うものないなと思ってでですよバイデー水曜日バイデーなのでポイント倍デーの日に行こうと思って探したんです商品を。 なんかこういるものあるかなと思ってで森やりあんまりあの時計とかも見ないんですけどどうどうけどこのセーラームーンつながりで出すのはあれなんですけど見てじゃーんかわいいでしょかわいいよねかわいいよね <laughs> これかわいいでしょっていうことであの無駄遣いをしてしまいました これだけは許してあ、ガタってならないやつだねはい、ならないですこれ、時計です、時計でも私、時計1個も持ってないからいいと思いますこれから時計を見る機会がいっぱい増えると思う時計を持つことでうん、てかもうただ単に私こうやって持ちたかったってだけなんですけどねあのこれ、これと、これとこのネイルを一緒に持ちたかったってだけなんですけど ちょっとあのポイントが無事貯まりましたああ <laughs> もうねでもねでもねでもねこれね1800円なんです1800円プラスタックスなのでえっとそうですね2000円ぐらい1900いくらですねかわいいですよねでこれ4色展開なんですけどはあかわいいんだけど使うかな使おう、うん使,使おう 使使おう使おううちゃんと入るぞ腕ちゃんと入るぞちゃんと入るぞ今腕入るかって思った人絶対絶対一人はいると思うけど入るぞちゃんと3つぐらい穴残して入るぞよし入るぞ痩せてきたぞということでもうねもうね眠いの <laughs> <laughs> はいということでですね今日購入品の紹介あともう一個 あのポイント今話したでしょポイントがですねあの2000円買えば4000円に行くっていうことなんですよ倍でだからでも19101970円だったのだからあの足りないということでですね、あのー、こちらをタオル買いました急遽ですけどなんかエチケット的になんかこうねやっぱり持ってないといけないでしょ女子ってでしょ でおばあちゃんに教わったから私はこれを買った <laughs> はいでえっ、ー、とまあまあまあま,また言い訳させてそういう <laughs> れでですねあの今ですねキャンペーンでエコバッグを配っているとでそのエコバッグが3000円以上だと言われてですねあと500円じゃないかとなりましてですねえっと今もうあのトイレに敷いてあるんですけれども えっとフロアマットとえっとですねはい買わせていただいて無事ゲットしましたトートバッグ <laughs> これもう使うのかわからないんですけどもねおばさんよねこういうところ <laughs> こういうのをねそうなんですよまあ狙ってはいたんです最初からこのトートバッグ を狙ってはいたんですけれどもあの3000円もねあの買うものあるかなと思ってたのうんなんだけれども満足 <laughs> 満足ですなんかこんなにね贅沢をしすぎて私はこの3000分の買い物なんかこうちゃんに何かできたかなって思ったらなんかすごく今反省がうんー、なんかチーンって感じなんですけどとりあえず 私の今日のブログはですねすっぴんでえっと原宿に行ってきたよっていう原宿でこれやってもらったんですけど原宿ではいやってきたよっていうのと原宿のスイマーでお買い物をしてきたよっていうことですはい以上でございますでもまあ皆さんにあのちゃんといい報告ができるようにですねあの今月もう今月か早いねもう9月か9月か早いなぁ 早いね。もう今年終わっちゃうね。はーい、ということで、皆さんにもいい報告ができるように、今年まあ2つ3ついい報告できればいいな。はいと思うので、これからも盛り上がりをよろしくお願いいたします。はい、ということで盛り上がりでした。バイバーイ。ツイッターインスタのアニメとアイリーンの id は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。 ということで、次の動画でお楽しみにチャオチャンネル登録してねチャンネル登録してねチゃンおやすみなさい